ドジャースの大谷翔平投手は移籍初年度の今季、本塁打と打点の2冠王に輝いたほか、前人未到の54本塁打 &59 盗塁、54から59をマーク。地区優勝に大貢献し、プレイオフでも3本塁打を放つなどの活躍でワールドシリーズ進出の原動力となった。米スポーツ専門メディアジアスレチックは、大谷が入団したことで、 できる限り最高のチームになる義務があると感じたとするマーク・ウォルター球団会長兼筆頭オーナーの言葉を紹介している同メディアは敏腕記者ケンロー・ゼンタール氏の記事を掲載ワールドシリーズ進出は昨年12月に10年7億ドル約1057億円の契約を結んだ際大谷とドジャース双方が思い描いた筋書きだったと解説し次のように強調した その契約がお買い得だったと証明されることは、ほぼ間違いない。2034年から2043年にかけて大谷の年俸の大半を払い始める前に、ドジャースはそのお金で投資するからだ。日本の会社10社とスポンサー契約を確保したからだ。加入1年目に大谷がワールドシリーズ進出に貢献したからだ。大谷は契約の97%に当たる6億8000万ドル。 約1027億円を後払いにした。メッツとのリーグ優勝決定シリーズを4勝2敗で制した20日、同21日、ウォルター氏はこう話した。彼、大谷は勝ちたがっていると自身がわかるチームを見つけることに関心を持っていた。彼が我々を選んでくれたことで、我々にはできる限り最高のチームになる義務があると感じた。球団首脳はその実現に向けて、 大谷との契約後も積極的に動き、山本義信投手らを迎え入れた。デーブ・ロバーツ監督はリーグ優勝決定シリーズ第5戦の前に米メディアフォックススポーツ関係者に、世界中で最高の舞台に立つ翔恵を見てもらいたい。野球のために私はそれを望む。翔英にとっては、彼が契約したのはこのためだなどと胸中をとろしたという。25日、どう 2回幕するドジャースとヤンキースによるワールドシリーズ。その期待度は近年の戦いのほとんどを上回ると指摘。ニューヨークとロサンゼルス、リーグ MVP に選出されそうな2人、大谷とアーロン・ジャッジが癒しドジャースのスタンカステン社長を曰く、これは大谷がほとんど生まれる前からずっと待ち望んでいた瞬間だと結んでいる。 大谷入団1年目でドジャースは4年ぶり頂点に立つか注目の戦いはもうすぐ始まる。